3DS は街の中をご覧いただきたいので、上が 3D で下が 2D です、はい、いや下の画面やっぱりこうちょっといいなって思いますよね。同じことを歩いててああいう見える、うん、これあれなんですよ、自分がどっちで操作してるか、アナログキーなのか十字キーなのかで、アナログキーで操作してるときは上に、要は上を見てるはずなのでメッセージが出ます、はいはいはい、で十字キーで操作してるときは下のメッセージ、下にメッセージが出る形です。あ、タルワタ、はい、そう、どっちかでやはりドラクエといえば樽は割ると。でもちょっと控えめに割るようになりましたね。結構ナンバリングによってはすごい向こう側に投げつけるのとかありましたから今回は下にそのまま落とす割り方。ミーディーマリーで可愛いんですよね、すごく。そうですね、見てるとちょこちょこしてて、はい、すごいちゃんと連動してます ね。そうなんですよ。しかも下の絵だと剣をちゃんと掲げて、ね、歩いてる感じがね。さあこれはでも皆さん悩みますね、どれからやろうか。さあ歩いてますが、あ、一瞬吹き出しが今出ましたね。見てない新しいですよね、勝手に吹き出しが。下と上がリンクしてるのはすごいと思うんですよね。はい、お、アラクレ、あ、アラクレも元気に生きてます。これね、マップのね、サイズ感っていうのがね、簡単に見えるようでね、すごく大変なんですよ、本当に。3D の距離と 2D の距離を合わせるのって、はい、はいはい、そうですね、確かにそれはありますよね、うん、